なんていい？仁王に修羅。弁慶です。飛ばします。炎のダメージ入らなくなっております。なんか投げてきたら近づいて上段強い攻撃です。くるくるこちらに走ってくるくると回ってきたらこれですね。これは早すぎる。帰る場合もあります。ただ反撃される場合もあります。運が悪いと。これで比較的攻撃した後引きがでかいですから、この人は楽かもしれません。自分はちょっと難しいですけど、体力は減らない。体力ありすぎる。白になるととにかく敵の体力がありますので、なかなか削れない。あー転がった。今バグです。バグで転がってしまったらもう攻撃できませんので、今の炎のエリアができますので、あそこに入っても大丈夫なようにしているということです。まあ、楽な敵だかもしれません。危ない。これが危ない。今たまたま当たりませんでしたけど、そろそろなくなります。相手のスタミナがなくなる。あの今の踏みつけの時に攻撃の判定がありますんで、え、食らった？何今の？え、食らった？食らってないと思いますけど、ダメージ食らってないね。届いてない、ビビリ。わからん、なんでなんだ。届いてない。最悪。なるべく右が、自分はこの時は半時計回りで右側にスペースを作ろうとしてます。右側にスポーツですね。炎のダメージ入りません。ダメだ。横に回られてきてるんですね。届かないリリー。ババ、あ、バグですよ。動かない、動かないバグです。やばい、なんかおかしい。危ない危ない危ない。危ない危ない。
ちょっと動きおかしい。やばやばい、なんか狭い。遠いな。まあパターン読めればだいぶ楽なんですよね。あぶっ、削れない、全然減らない。1秒ぐらいしか減らない。今は危険。全然減ってないんだけど。減ってくれ。くるくる来ないかな。早く取れん。あと10回ぐらい攻撃しないと。ふう、 うわでもだ6でも取れなかったわ。だいぶやられましたこれね。いいもの何も取れませんでした。なんだこれ。4723、4723、体力ですね。でノーダメージということで干渉ということにしておきます。弁慶、修羅、ノーダメージですね。こっちだ。だこっち。俺弁慶。お前の持つ刀の光。牛若と同じ。牛若。牛若同じ。もう襲わない。牛若助けろ。俺味方。なるほど、小刀を見て主の刀と間違えたということか。だそうです。主の名は牛若とな。武勇名高き源義経ではないか。義経ではないか。これはなんだ、瀬戸物、瀬戸物が集まった妖怪ということのようです。瀬戸物にくっついた、要するにこれはこいつら瀬戸物にできている体がこれですね。割れた瀬戸物、要するに陶器ということですね。陶器の、陶器というのはあの、なんて言ったら英語でなんて言うんだろうな、まあ、お茶碗とかそういうやつですね。まあお茶碗っていうのは湯飲みとか
それにが長く使われて、それでつくもがみになったということのようです。今回は修羅、鑑賞、弁慶ということです。ノーダメージ。一旦動画を切ろうと思います。で、装備の方ですけど、ちょっとご説明させていただき、説明するようなことではないですけどね、ことではないですが、草薙の、これはメイコの刀、プラス17、180というのをつけております。まあ、以前、説明してないですが、この一番下ですね、この下に1と3って書いてあると思います。これは、技反映と心反映、これ2つに分けたという、そういった改造をしております。2595、あと石田正宗、これは清廉なる義の鎧三つ揃えということで、鞘しぐれのダメージ 20% アップということになっております。先ほど鞘しぐれをいくつか打つことができるチャンスがありますので、やつがくるくるくるっと回ってきたとき鞘しぐれを打てますので、まあ、ただ早い反撃が来ることもあります。そうするとダメージ食らってしまいますけどね、運が悪いとやられてしまうこともあり得ます。必ずしも 100% 安全とは言い切れません。鞘しぐれは私は盛んに言ってましたけどね、1割か 5% ぐらいの確率で早い反撃が来ることもあります。あと毘沙門天、6つ揃え、直前ガードはできてなかったとは思いますけれども、多分狙ってませんでした。まあ、とりあえず6つ揃えにしていたと。武器のダメージ 6%、 鞘しぐれのダメージですね、これが上がるようにしていたということです。弓と鉄砲、毘沙門天、あと清廉なる義の鎧、これは鞘しぐれですね。あと焼き打ちの鎧、これは焼き直しで耐火能力を全部つけてます。4つですね。要するに耐火、炎に対する耐性を高めているということです。ガード時属性ダメージ、ガード時属性ダメージは関係ありませんけどね、ガードこれは特に意味ありません。やつは炎の攻撃しかしてきませんので、属性だ攻撃はおそらく。鞘しぐれダメージ 9.6% アップ。ここにも、ここは毘沙門天ですね。毘沙門天、毘沙門天、毘沙門天と毘沙門天が3つついているということですね。ここなかなか運がいいと思います。焼き打ちに毘沙門天がついているものがある程度揃っている、これで6つ揃えにできているということです。まあ、できれば毘沙門天じゃなくて崩竜の方がいいんですけどね、崩竜のやつはなかなか出ません。なぜか毘沙門天は結構出るんですけれども、でこれも耐火 13.7、 八坂にの勾玉で揃い効果の必要数マイナス1なので、これ精霊なる鎧は2つしかつけてないですけれども、3つ揃えになっているということですね。あと毘沙門天も5つしか揃えてませんが、6つ揃えになっているということです。ただまあ6つ揃えにしても直前ガードを多分してなかったと思うので、あんまり関係ないですけどね、狙いは5つ揃えだったということです。で日よけのお守り、耐火 17.7、これは幸運を上げてました。プラス20。でこの辺は、まあ、攻撃力と幸運を優先しているということです。あと守護霊の方は糸繰りメイン、これはいいものが落ちるように幸運40というのに期待したんですが、いいものは全く落ちませんでした。あとキュービー、これサブで服のですね、副守護霊としてキュービーをつけております。耐火 20% となってますが、これは服ですんで 10%、 これだけ炎耐性 10% だけが上がっているということです。これ半分だけですね、20の半分だと。陰陽術の能力で耐火プラス8っていうのを入れております。そういったことで炎に対する耐性 100% 以上にしていた。ただまあほとんどやつは今炎の攻撃してきませんでしたのでね、運が悪いと次から次へと
なんですか、火炎弾のような、火炎弾、火炎瓶のようなものを投げてきまして、今の戦いでもあったと思います。で、火炎瓶が爆発しますと、しばらくそこに炎のエリアができるんですよね。そこに入ると燃えてしまってダメージを食らうことになりますので、まあ、それを見越して耐火能力をつけてましたが、今のプレイではほとんど炎の攻撃してきてた、な、来ていなかったかもしれません。まあ、奴がくるくる回ってきたら、こちらもスッと上段の構えで、くるくるっと回ってきたら、後ろに入りまして、左右しぐれ、という形にしております。してました。あと、なんだったかな。何か投げてきたら、やつがくるくるって何か投げてきたら、それかなり隙がでかいですからね。走っていって、ポンと、上段強い攻撃。まあ、隙は結構でかいです。ただ、やつが振り回したとき、エリアが狭いですからね、先ほどの戦うところ。逃げ切れないことが結構あるんですよね。そこら辺が結構大変なところです。ノーダメージをやろうとすると。あと、黒い煙の攻撃。それをやられますと、で、それ捕まりますとですね、掴み攻撃。こちらを捕まえてくるんですが、まあそれも一撃で死んでしまいます。体力満タンだったとしても。何らかの方策、まあ、陰陽術でダメージをある程度吸収する能力とかありますので、そういったものをやらないとほとんど死んでしまうんじゃないかなと思います。あるいは体力をも目いっぱい上げてないと、まあ、多少上げてもダメだろうな。というわけで動画を切ろうと思います。オウムカルト洗脳心、四肢防コポケモン GO、 子供の食体過去、子供ゲーム依存症、ポケモン、スーパーマリオ、マリオカートスイッチ、子供搾取、子供ゲーム障害者、子供ゲーム病、子供ゲーム犯罪、子供ゲームコロナの任天堂が滅びますように。Child Gaming Disorder, Child Squeezing, Pokemon, Super Mario, Mario Kart, Switch, Crazy Card.Child Murder, Child Crime, Child Fraud, Child Gaming Disorder, Child Game Disease, Nintendo, Pedophilia Cult.